修学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験とは学校教育法第18条の規定により保護者が修学させる義務を猶予または免除された者等に対し中学校を卒業した者と同等以上の学力があるかどうかを認定するために日本の文部科学省が行う試験であるこの試験については 中学校卒業程度認定試験と呼称されることが比較的多く、略称としては、文部科学省が中卒認定を用いているほか、中人、中堅、中堅が用いられていることが多い。合格すると高等学校の入学資格が与えられる。中学校卒業程度認定試験は、中学校などを卒業しなかった人が、高等学校、中等教育学校の後期課程、 専修学校の高等課程などの後期中等教育の課程、または高等専門学校に入学する資格を認定する試験である。高等学校卒業程度認定試験の受験資格の緩和などもあり、受験者が少ない。2008年の受験者は70人前後、合格者は62名。中学校をはじめとする前期中等教育の課程を終了していない者は、 中学校卒業程度認定試験に合格後、改めて高校受験を行うなどして、高等学校に入学することができる。また、すべての高等学校などで中学校、卒業程度認定試験の合格、中学校卒業の経歴が必要なわけではなく、独自に入学資格を認める学校もある。高等学校卒業程度認定試験に合格すると、 この試験にも合格したものとみなされる。以前は大学入学資格検定の受験をするには中学校などを卒業していなければ中学校、卒業程度認定試験の合格が必要であったが、これも改正されて現在は不要になっている。過去4年分の問題は文部科学省の公式サイトにおいて閲覧できる。2008年度では受験者数は75人。 合格者数は62人であった。このように高人よりもはるかに規模は小さい。中学校卒業程度認定試験は1967年度から行われた。修学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則が定められ、試験の正式名は修学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定試験であり、受験できるのは 保護者が就学させる義務を猶予または免除されたものに限られていた。受験資格は徐々に緩和された。1999年には平成11年8月31日文部省令第35号により根拠省令の題名が就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則となり、試験の名称もそれに合わせて変更され、 修学義務猶予免除者等の中学校、卒業程度認定試験となった。2003年度からは、不登校などによる、被卒業者への道が広く開かれるようになった。昭和43改正で、国民学校初等科修了者や申請していれば猶予、免除を受けられた者などに受験資格を拡大した。 現在は試験実施年度末で満16歳以上になるものであれば中学校を卒業した者も,も含めて誰でも受験することができる。ありがとうございます。